ロエルミナ殿下、お休みのところ失礼します。今しがたウェイン王子の名で殿下にお届け物が。ああ、例の衣装でしょう。部屋の中に運んでください。は。さて、出てきて構いませんよ。せっかく驚かそうと思ったのに、なんでバレるかな。こんな露骨なのバレるに決まってるでしょ。それなら次はロープを使って窓から侵入するか。じゃあ私はロープを切る係をするわ。ちょっとニニムさん殺意高くない？そのやりとり、まるで学校に通っていた頃のようですね。改めてお久しぶりです、ニニム。あなたが今もウェインの隣にいることがとても嬉しいです。そちらも息災のようで何よりよ、ロア。それともロエルミナ王女殿下とお呼びした方がよろしいかしら。そんな水臭い。私たちは親友ではありませんか。昔のようにロアのままでお願いします。じゃあ私的な場所ではそうさせてもらうわね。うん、二人とも変わりませんね。変わったさ。例えば俺は身長が伸びて一層イケメンになったし、ニニムは胸の代わりに体重がちょっと増えた。待て、ニニム、今のはちょっとした会話のジャブだ。だったら次はストレートの出番よね。ロア、ヘルプ。ちなみにウェイン、私はどこが変わりましたか。尻が大きくなった。ニニム、全力でやっていいです。オーケー。ロエルミナ殿下、何やらお声が。ブランデル大使。ちょうどよかった。フィッシュ、外で見張りをしておいてください。誰か来たら私はもう床に着いたと。は、ですが。フィッシュ。かしこまりました。何かあればすぐにお声掛けください。ええ、お願いします。